戦略のポイントとなる拠点をタンクの砲撃から守ること、その技がキャッチと言います。拠点砲撃の弾道に入り、タンクの拠点弾に当たるだけ。拠点弾は放物線を描くので注意しましょう。キャッチをすると敵のタンクが射角を変えてくる場合があります。しっかりと弾道を見極めましょう。拠点弾の弾道上であればどこからでもキャッチができます。敵タンクの位置を把握すればどのマップの拠点でもキャッチはできるので練習しましょう。ただし拠点弾は威力が高いので自分の残りの体力に注意しましょう。キャッチが勝敗を分けることもあるので、いざという時のためにしっかりと練習しましょう。